攻め壇上真田幸隆。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は攻め壇上真田幸隆について紹介していこうと思います。真田三代の祖、真田三代という場合、その初代は真田壇上の城幸隆を指します。信濃国小さ方郡真田を発祥地とします。数字については、信濃の名族雲の信濃の神宗綱の娘婿真田頼政の子とする説が有力です。少年は永正10年1513年真田の里の渓谷に築かれた松尾古城を居城としました。天文10年1541年幸隆29歳、雲の平の合戦で武田信虎、諏訪頼重、村上義清連合軍に主家雲の氏ともども惨敗。主従打ち揃って幸隆の妻の実家羽尾城城主羽尾入道公然を頼りに落ち延びます。これより幸隆は失った領地回復と真田の家名を後世に残すことに生涯をかけます。落ち延びた先の吾妻でもしっかりと人脈を構築し、真田家復興の助けになるよう心がけます。周到公然は思うところがあったのでしょう。城主箕輪城主長野成政に目通りさせます。幸隆の人となりを見た成政は自身の主家関東管領の上杉成政のもとへ連れて行きます。ところが成政との対面を終えて戻ってきた幸隆、6歳の嫡男信綱に向かって、成政殿、うつけたる大将、危うきご神体と吐き捨てます。日夜主食に溺れる成政など話にならぬ、真田家復活の助けにはとてもとてもです。ちょっといい話、成政の元より戻ってからの幸隆は病と称して成政からの呼び出しにも応じませんでした。普通なら居候の身で無礼なやつ懲らしめてくれんとなるところですが、成政は違いました。こんなところで収まる人物ではないと思ったのでしょう。病ならば与地峠、群馬県と長野県の境にある峠ですを越え、甲斐に良薬を求めて癒されよと伝えさせます。この地に留まっていても良いことはありません。甲斐の武田にこそあなたの将来があるでしょうってわけです。暗に出奔を進めたのですね。これだけでも十分な気遣いですが、成政さんもっといい人でした。翌日の早朝に密かに抜け出した幸隆、信州と上州の国境の下仁田にたどり着いた頃、馬に引かせた荷駄車に追いつかれます。見ると車には持って来られなかった身の回りの家財道具が積まれています。その後からは置いてきたはずの妻と家屋がついてきました。家屋が差し出した書状には、信玄は若輩ながら見どころ大きい将なり、されど上州に成政ある限り白衣川は越えさせまい、成政からの書状です。なんて粋なやり方でしょう。こりゃ成政殿には一生足を向けて出られんなとなるところですが、幸隆永禄9年1566年に成政の居城であった箕輪城を攻め落としています。もっともこの頃の成政はすでに病死していましたが、余談ですが成政、平安時代の美談で色好みとして知られる有原の成平の末裔との説も伝わっています。そして頼りない主君上杉成政に生涯忠誠を尽くしました。幸隆は5年余り成政の下で食客としてかくまわれた末の出奔でした。知れば知るほど成政さんいい男ですね。頼るなら武田、上杉頼むに足らずと判断した幸隆、成政の計らいもあり、その頃甲斐の国で父信虎を追い落とした武田晴信、後の信玄に無事出仕できました。一説では軍師山本勘助が幸隆の器量を見抜き、晴信に推挙したとも伝わっています。
春信に仕えるようになった行高が命じられたのは、武田家に敵対する信濃諸将の調略でした。いよいよ行高の本領発揮です。行高の得意とする戦い方は情報戦でした。相手の人間関係を徹底的に洗い出し、あれとこれは不仲、これとあれはライバル関係などの情報を仕入れます。時にはあらぬ噂を流して敵家中に不穏な空気を作らせてみたりと、せっせと相手方を引っかき回します。自軍の兵を損なわずに諜報諜略で勝利を収める。この流れは息子たちに受け継がれ、後世の真田重勇士や真田忍者の物語を生み出しました。実際に真田家が使った長者、信濃一帯に放った山伏や歩き巫女は、信玄の信濃攻略に大きな貢献を果たしました。砥石崩れ。天文17年、1548年2月、上田原の戦いで村上義清大敗を喫した信玄。天文19年5月には、早くも復讐戦として砥石城攻略に向け出陣します。信玄は行高に、この戦いでの手柄次第で諏訪方300関門などを含む千関門の褒章を約束します。さて信玄、勇んで砥石城へ攻めかかったのは良いのですが、砥石城は険しい崖をよじ登ることでしか攻略できない要害の地。城を守る兵に大石を落とされたり、煮え湯を浴びせられたりして、またも大負け。武田家ではこの敗戦を砥石崩れと呼んで、後々の戒めにしました。行高にしても思うように調略を施す時間もなく失敗、約束の千関門もいただけませんでした。調略不成功。ところが翌天文20年5月、行高は武田の一兵も動かさずに砥石城を乗っ取ってしまったのです。前年の敗戦を受けて行高さん、コツコツと地味に調略活動を続けていたのですね。まずは補給路を断ちます。砥石城補給の喉元、添え日の地を本拠とする村上方の曲がりを越前の神常光を裏切らせます。これは金と領地を約束しての誘いかけでしたが、常光もこの先は村上よりも武田と考えたのでしょう。主だった配下3人を連れて武田におりました。さらに村上義清の配下となり、砥石城に籠城していた弟の矢沢綱頼に呼びかけ寝返らせます。綱頼の働きで城内に武田の内応者を作り、多少の抗戦はあったものの、ほぼ無傷で内側から城を開かせることに成功しました。この弟、あらかじめ寝返らせるつもりで潜り込ませてあったのでしょうか。だとしたらかなり用意周到ですね。信玄の信頼を得る。砥石城を落としてからは信州先方州筆頭として一徳祭を名乗ります。信玄も行高の祭を高く評価し、元は敵対関係の戸様でありながら不代家臣と同等の待遇をします。信玄あるところ行高ありと言われるようになり、武田家における傍聴の地位を確かなものにしました。信玄の光助信仰に従い、敗将の身をかくまってくれた恩人長野氏や羽生氏とも戦います。5度に及ぶ上杉謙信との戦いにも常に信玄に従い、敵方の謙信からも、我弓を取らは真田に劣らぬが智謀は鳴るかの遅れありと絶賛されています。永禄6年1563年には天然の地形に守られた上州吾妻の上杉の俗城岩櫃城を落とすと、信玄よりそのまま吾妻地方の支配を任されます。やがて天正2年1574年、信玄病没の翌年に岩櫃城で62歳で亡くなります。武田家の滅亡は見ずに済みました。真田の忍び。真田を語るとき、忍びのものを抜きにしては語れません。謀略調略に優れていたのも忍びを多く抱えていたからです。信州真田の里は古くから山岳信仰が盛んでした。里の北東には霊峰吾妻屋山がそびえ、古
麓には山形神社の里宮が祀られ、真田家歴代の当主や里人の信仰を集めていました。密教の教えに基づいた峻険な山岳での修行を修験道と言います。屈強な若者や主人を持たない地侍などが修験道に励みました。彼らにとっては食べていくための手段でもあったのです。真田家の領地の山に奇岩海石が連なる角間渓谷があります。その大岩のくぼみに祀られた岩や観音堂を中心にして修験者たちは修行に励み、呪法を収めました。数年の苦行の後、よく飢えや渇きに耐え、跳躍力や素早い動きのできる体を作り上げます。これらの修験者を真田家は忍びとして使ったのです。出浦盛清、出浦津島守盛清、本名正助は、はじめ浦上義清に使いますが、義清が信玄に敗れた後は武田家に使います。れっきとした武将ですが、忍びの術に長じていたので甲州すっぱの頭として知られています。武田家滅亡後は海津城主森長吉、ご存知森蘭丸のお兄さんに使い、本能寺の変の後に真田昌幸信幸親子に使えるようになりました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。